フカとまさしの青い山脈、始まりました。はい、始まりました。皆さんこんにちは。エスプローレコーズの YouTube 番組でございます。はい、本日も、中目黒カフェライブスポット FJ's からお送りしております。はい、東京のちょっと閑静なね、いい場所でございます。はい、早速ですが、はい、京香ちゃんから自己紹介、近況自己紹介をお願いします。近況、はい、最近新幹線の車内販売ガールになりました。どういうことだ、板京香です。どういうこと、どういうこと。今のちょっと写真出してもらってると思うんですけど、はい、この10月31日で新幹線の車内販売が終了したんですよ。あのコーヒーワゴンのね、ワゴンの、そう、大体みんなコーヒー、僕もよくコーヒー買いました、うん、ああそうですか、はい、もうあれが最終日で、なんとその最終日の日に新幹線に乗りまして、はい、31日に、はい、販売のお兄さんがすごくいい方で、もう今日最後なんで写真撮りますとかって声かけてくれて、すごいお兄さん、あ、それがブログに載ったんだ。こうやってサービスで控えしてくれたわけね。そうで、いいな、そうなんですよ。で、若松社長が撮ってくれたんですけど、すごい貴重な、あ、貴重ですよね。本当にさ、あの社内販売最後の日っていうことで記念になりました。さあ続いて、まさし君、近況自己紹介何かありますか。はい、おかげさまでツイッターのフォロワーが500人を突破いたしました。石原正でございます。まず最初の目標ですね。はい、はい、もうとにかくこの500っていう数字が、うん、もうとにかく憧れておりまして、もうここまで来たら今度は1000人そうですね、しかないなということで、はい、もう無限に続いて、無限に、はい、もうどこまでも10万でも100万でも頑張りたいと思います、はい、はい、よかったですね。はい、これでこれを見た方が502人になったかな、もう、はい、確かにそうですね、もう超えてるか、510ぐらいはいってると思います。はい、はい、そういうことで、本日も、本音の強化と物知りまさし、これをテーマに、そして私進行、最近名古屋で丼いっぱいのメンマラーメンを食べてきました。見ましたよ。見ました。なんかもうメンマ、全面ね、メンマ、もうメンマが40本ぐらい枕木のように、ああ美味しそう、美味しいんですよこれ本当に。これ話しちゃうと7分ぐらいかかっちゃうので、ここでやめときます。はい、放送作家の鶴間の正幸の3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、まず最初のコーナーでございますよ。はい、はい、私またちょっとコーナー考えてきました。ありがとうございます。タイトル、物知りまさしが昭和歌謡クイズに挑戦。おお、これまで、はい、なんかね、もうまさしくんは昭和歌謡がもう大得意って、この間のね、もう大好物、東武百貨店のね、はい、イベントでもね、はい、たくさんのお話、お客さんも来ていただいてね、はい、はい、2人でちょっと、いろんなお話をやったんですけども、はい、ここではね、昭和歌謡のためになる雑学、ためにならない雑学、ためになる、あ、ならないのもあるんですね。あの、興味ある人はためになるんですよ。あ、で、まるっきり興味ない人は全然スルーじゃないですか。わ、はい、からないからで、まさし君用にクイズを作ってきましたので、まさし君だけじゃなくて、横にいる京香ちゃんも、これかなと思ったらね、割り込んできてどんどん答えて構いませんので参加してください。はい、はい、ということで、はい、で、これで、これでやりますからね。あ、はい、安心しますよ、これ、はい、これ聞いたらもう、ね、さあ行きますよ、いきなりね。はい、お願いします。まず第1問、じゃじゃん、徳川御三家ってありますよね。はい、有名な尾張、紀伊、水戸、水戸藩ね、紀伊藩と、終わり。さあ、芸能界の初代の御三家の3人、男性3人といったら、はい、はい、橋幸夫さんと船木和夫さんと西郷輝彦さんです。はい、正解。ありがとうございます。元祖早いね、御三家ですね、青春歌謡のスターでいらっしゃった。はい、はいはい、聞いたことはある。さあ、その時の橋幸夫さん、船木和夫さん、西郷輝彦さんのデビュー曲3つ続けてどうぞ。はい、橋幸夫さんがいた子がさ、はい、船木和夫さんが、高校3年生、はい、西郷輝彦さん、君だけを、正解です。素晴らしい。ありがとうございます。あ、ヒヤヒヤしましたね。いつでもいつでも君だけを、なんで俺が歌っちゃうの。
すぐ歌いたくなっちゃう、すごい素晴らしい。さあもっとディープにいきますよ。あ、ディープに。その板子笠の作詞作曲は、はい、作詞、佐伯隆夫先生、はい、作曲吉田忠先生、吉田忠先生に育てられたんですよね。そうですね、吉田さんの向かで、そっからずっと吉田と、吉田メロディーですね。そうなんですよ、はい、はい、続いて、あ、よかった、高校3年生の作詞作曲は、作詞、作詞どういう、はい、作詞岡俊夫先生、正解です。はい、作曲、もう遠藤実先生です。はい、実本レコードを作った、はい、遠藤実先生ですね、はい、です。さあ来ましたよ、はい、君だけよ、これ私もね全然分かんなかった。さあこれ言えたらすごい、作曲北原、あ、当たってる、そこまで正解。作詞がですね、水島、水島、これ鉄と書いてサトシセって読むんですか、どっちなんでしょうか、わかんないですけど正解です。 ありがとうございます。素晴らしい、やったやった、やりました、素晴らしい、本当すごいよ。この北原淳先生という方はですね、はい、北島先生のあの兄弟神器書かれた先生ですから、これで覚えてたんです。はい、素晴らしい、よかった、ディープなとこですね。なかなかディープだけど、もうこれをよく知ってる、いい、もうね、りょうかちゃんポカンしかないもん ね、 もうね、いや、ちょっともうちょい難しい問題で、難しい問題答えられないよ。じゃあ難しいやつもう一個いきますよ。大丈夫ですかねもう、もう8分経ってますけど、はい、いきますよ。お願いします。では新御三家、はい、あ、はい、新御三家、はい、新御三家の、人名と曲名を言ってください、はい、曲名は何でもいいんですか。だデビュー曲、デビュー曲、はい、あら、西城秀樹さんがこの恋する季節、恋する季節、正解、郷ひろみさんが年下じゃないような、あの男の子女の子、はい、正解、年下はねキャンディーズだったね、はい、それで野口五郎さん、はい、なんだって、ああ博多未練、正解、あ、よかった、素晴らしい、すごい、あの野口五郎さんは最初演歌でデビューしたんですよ、ポリドールから、そうですね、で2曲目の曲が大ヒット、さあ2曲目の曲この大ヒット、これは、はい、有名だよね、青いリンゴ、正解、いやー、やったやった、青いリンゴ正解です。いやどうですか、新御三家よく知ってるよ、本当にこれをだから この やり取りやってる時に京香ちゃんこれ覚えちゃうともう完璧なんだよ。これただスルーしてると何のここの空間が何の意味もなくなっちゃうわけ。覚えられるかしら。いや覚えようとすれば覚えられると思います、うん、でもこれ覚えちゃった方がもうね兄弟って間違えられるぐらいなんだから。そうですね、なんかそう、姉さんも詳しいわねってこう言われるんだよ。この間もね、ねえ木村哲司さんね、兄弟、ね、兄弟ですかって ね、 ね、僕ね、あのこの間本屋さんでこれを探してきたの、持ってる、これあのいくら探してもなかなか手に入らなくて、あ、すごい、生初めて見ました、まだあげませんよ。これずっとあの連勝記録をしたらこれを差し上げます。あ、これはぜひ、これはね、深い、いいよ、まあ、国民栄誉をいただいた藤山一郎さんですからね。そうですね、藤山一郎とその時代、まだここにぎっしりとね、その歴史がこの中に刻まれてます。このイラスト可愛いですね、可愛いですね、可愛い、和田誠さんかもしれないですね、はい、そういうことで、はい、ありがとうございます、頑張りましたね、頑張って手に入れます、すごい、ありがとうございました、よくやりました、本当に、よくやった、自分で全部当たったもん、あ、そうね、青いリンゴも当たったからね、あ、よかった、はい、ではね、そのまさしくん今日はライブで歌を歌っちゃうということで、はい、生でありがとうございます、行きましょう、なんかね、はい、チャート、いやもう本当にありがたいことに素晴らしい成績出たんだって、はい、有線の、うん、週刊演歌歌謡曲このランキングがありますけれども、うん、11月1日付のものでございますけれども、まさしのずんどこぶしがおかげさまでベスト10にランクインいたしました。皆さん本当にありがとうございます。まあ、本当にもう絶好調の新曲でございます、はい、はい、ですね、いいスタート切ってますね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあライブで、はい、じゃあここの目の前の方でね、はい、あの振り付けもしながらまた歌わせていただきたいと思っております。前回ね、俺たちこう揺れて揺れもしないと僕の苦虫の顔つぶした顔で聞いてたからね、ちょっと反省してんのよ。僕も苦笑いしながら聞いてましたけど、今日はバッチリ歌わせていただきますので、はい、よろしくお願いします、はい、ではじゃあまさしのずんどこぶしです、お願いいたします。よっ。
ずんずんずんどこ、ずんずんずんどこ、今に見ていろ俺だって、修羅の海からやってきた親父譲りのこの声で、俺の島唄歌おうか。夜のバイトに靴磨き、汗水流すこの俺に、おむすびくれたお姉さん、優しい言葉が身にしみる、ずんずんずんどこ、ずんずんずんどこ、待ってておくれ愛しい子。国を出てから早みつき、別れ港で泣いていた、かわいいあの子は達者へか。遥か南の珊瑚礁、愛を誓った星の砂、一番星になったなら迎えに行くよ君のこと。ずんずんずんどこ、ずんずんずんどこ、叶えてみせる俺の夢。やっぱりライブはいいね。いいですね。もうだんだんもう乗せられてきて、エンジンがかかってきました。後ろからちっちゃく聞こえました。まさしいって。横の方からもね、高松社長が。なんかね、耳とね、体がね、こう響いていいよ、はい。ありがとうございます。すごい曲だ。これに今かけて頑張っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。さあ続いてはどんどんまたコーナー考えてきました。はい。あら。ね。前ちょっとお遊びでやって盛り上がったやつ、この本ね、思い出のメロディーっていう文庫本僕持ってるんですけども、これをねちょっとリハーサルなんかね、イベントのリハーサルの時にね、めくってポンって出たやつを歌うっていうゲームをやったんです。もう全部歌えたのでしょうね。まあこれ京香ちゃんも一緒にまたやっていただこうっていう、優しい歌もありますから、ペラペラとめくだから、まあ思い出のメロディーっていう昭和の初期から、昭和平成ぐらいの曲が全部ここに書いてある。ちなみにこう開くでしょ、そうすると、お前にフランク永井さん、そばにいてくれるそうだ、だけでいいです、ね、なんで俺が歌うんだ。、まあ、そういうみんなが口ずさめる昭和の名曲、平成の名曲がここに入ってますので、ペラペラめくってドンってやつですから、さあ始めますよ、はい、めくりますね、はい、心してくれましょう、はい、めくってドン、星影のバルツ。別れることは辛いけど、はい、合格。か次いきますよ。はい、めくってドン、お雪。はあ、お雪名前だけは内藤邦夫さんっていうね、将棋 の名人まではいかなかったんですけど、すいません、将棋のね達人が歌った、ヒット曲なんですよ。タイトルだけは知ってるんですけど、ね、持って生まれた定めまでっていう、ね、で、あれはお雪という女っていうね、覚えておいてくださいね、これね、お雪。はい、めくってドン、セーラー服と機関銃。どんなんだっけ、このままですか。そうです。何時間でもだっけ、歌詞が違う。さよならは別れの、残念でした。わかんないんですよね、ちょっと。続いてめくってドン、神田川。あなたはもう忘れた。ちょっと
あ、南こうせつさんに似てたよ。これまさし君の真似のお箱の。あ、そうなの。お箱ではないですね。いつもお箱なんだ。マフラーにして似てる似てる。あ、そうですか。徹底的にもうあのコンプリートしてください。はい、はい、次いきます。めくってドン。悲しみ本線日本、日本海。これなんと、あなたが、あなたが、森雅子さんですよ。あなたをが、どこへ帰るの、カモメたちよ、海鳥たちよ。どこへ帰るの、どこへ帰るの、海鳥たちよ。そうです。でもサビがさ、今どんどん悲しみ本線日本海か。そうです。ああ、次いきますよ。盛り上げてくださいね。この辺がちょっと怖い。はい、いい日旅立ち。雪解け間近の。はい、合格。次いきます、はい、はい、長崎は今日も雨だった。長崎は今日も雨だった。いいですね、素晴らしい。いいですね、楽しい。真似もしてくれる。今閉まったって感じで。あなた人、歌い出しじゃなかったよね。あ、そうですね、はい、そうですね、歌い出しを本当は歌わなくちゃいけない。あ、そうなんだ、わかりました。モノマネのコーナーに素晴らしい。すごい、真似してって言わなくても真似してくれる。まあでもね、器用だってことはよくわかりましたよ、はい、耳がいいんでしょう。女性歌手の方の歌が弱いっていうのがわかりましたね。そうだね、はい、森雅子さん ね、 ちょっと弱くね。悲しみ本線日本海、ちょうどなかなかこれから勉強していくとこだもんね。そうですね、まあ、昭和歌謡まだ追いついてないもんね、まだ、そこね、まだ30年代悲しみ茶屋さんぐらいにいますので、ね、うん、はい、達者でなって感じですね。わー、はい、終わらないから終わらないね。切りがないですね。終わらないよね、はい、俺たちもここのところでね、はい、じゃあ、はい、古城でお願いします。松勝、こんな顔して歌うんですね。そう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 。ありがとうございます。ということで、また次回も楽しみに。ありがとうございました。さあ、では京香ちゃんの曲聴きましょうか。はい、はい、あ、そうね、わかりました。はい、聴きましょう。私はですね、はい、今日は10番昭和自叙伝という曲を。いい歌です。これは藤田雅人先生作詞、これは猪俣公章先生作曲の昭和の、ね、はい、名曲でございます。はい、では、ラジカセからこれです、ね、はい、三田教科で昭和自叙伝聴いてください。京香ちゃんに合ってるね、対策。あ、本当ですか、うん、なんかね、嬉しい。そのあの重みをね、あの京香ちゃんがこううまくまろやかにして聞きやすくしてる感じなんです。恐れ入ります、はい、褒められた。なんかね、やっぱりこう改めて聞くとね、いいね。そうですね、本当にこのまあ男歌という感じでやっぱりしますけれども、うん、柔らかく、ね、うん、あのとても聞き心地のいい、ね、ありがとうございます。いや、なんか偉そうにしてますけれども、こうあのライブなんかやった時のこう
メリハリのある一曲になるような気もするので、はい、そう、はい、ということで、はい、もうお時間なんでございますよ、はい、ということで、まあ、あのお知らせ、ね、年末にかけていろんなもうイベントも控えてますし、そうですね、はいはい、まずは、まさしくなんか BS、 そうです、もうTBS でしたっけ、これは憧れの番組でしたけれども、はい、BSTBS の未来へつなぐ日本の歌魂という番組に初めて、出演させていただきます。今回はこの第14回を数える、この放送でございますけれども、このまさしのずんどこぼしを引き下げて、もう大変また豪華な歌手の皆さんと、ご一緒させていただきました。こちら、11月14日の火曜日夜9時から BSTBS の放送となっておりますので、ぜひぜひ皆さんチェックしていただけると嬉しいです。お願いいたします。はい、はい、京子ちゃん、京子ちゃん、はい、あ、私はですね11月の23日祝日ですけれども、あの愛媛県の東温市というところにある大安寺さんというお寺の落慶式で歌を歌わせていただきます。はい、私の父のふるさとなんですけど東温市、ぜひお近くの方おいでください。はい、はい、ということで、それであとね12月のもうね、はい、もうあと1ヶ月ね、となりましたけども、エスプロのなんか、イベントっていうか、そうですね、あとこの、YouTube のスペシャルも含めて2つあるんですよね。これまたすごいんですよね。12月の17日、はい、日曜日、日曜日これはあの京香と正志の青い山脈スペシャルということで、これのスペシャル、スペシャルです。これが公開になります ね、はい、品川 J スクエアという最寄り駅品川駅の港南口から出ていただいたところにある品川 J スクエアさんで、午後3時半から、はい、でちょっとお金が3500円ドリンク付きで、入場料とドリンク付きで3500円、はい、皆さん目の前で、目の前で我々を、はい、我々を聞いてください。愉快な、はい、それと、スペシャルなライブも行いますので、はい、ぜひともセットで、はい、よろしくお願いします。これはチケットピアの方で、ゆくゆくは、ね、はい、販売になりますので、はい、チェックしてください、はい、そしてもう一つ、これがまたクリスマスなんですね。12月24日日曜日、日曜日、ね、クリスマスイブでございますけれども、あの新大久保のこちらはワールドミュージックってことですね、はい、というところで、エスプロレコーズの、まあ、エスプロクリスマスショー、エスプロクリスマスショー、明日にかける橋、かっこいいね、すごいタイトル、すごいなんかなんかめちゃめちゃ夢のあるタイトルですね。スーパー出てると思いますけども、明日は出てます、はい、来年っていうことですからね、はい、明日じゃなくてね、はい、もう徐々にまたこの年の暮れが迫ってきてますからね、はい、明日から来年につなげるライブになります、はい、これ時間が午後3時から5時までの約2時間、はい、でちょ4000円かかるんですが、はい、私とまさしくんと、それからもう一人ヒューマくんという熊本出身のね、はい、まさしくんと同い年の19の阿蘇の爽やかボーイがおりますが、彼はね新大久保をね、そうそうそうなんですよ、新大久保の歌をね、天使のその町というのを歌ってますからね、うん、はい、ぜひともお久元ということで、はい、こちらのライブの方もぜひチェックしてください。また随時報告しますのでよろしくお願いします。お願いします。さあもうお時間でございます。今日の感想を京子ちゃん四字熟語で、はい、四字熟語、もう私はもう右往左往し、うまいね、右往左往だったね、いやもう今日だけじゃなくていつも右往左往してるんですが、はい、締まりましたね、さてありがとうございました。まさしくんの四字熟語なんですが、今日の感想、なかなか今日の感想、はい、やっぱりもう本当に身を削る気持ちで今日は頭をフル回転させて行いました。粉骨砕身でございます。素晴らしいね、ありがとうございます、はい、ということで、京香と正志の青い山脈、毎週金曜日、14時に最新配信が行われますので、はい、この番組が気に入った方はいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで鶴間正幸が進行でお送りしました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。